両号第109潜水艦は、日本海軍の潜水艦、両百型潜水艦の十番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年4月20日、川崎重工業神戸造船所で寄九1942年10月26日浸水。1943年4月29日に竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、佐世保陳述席となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。8月14日、両109は佐世保を出港し、24日にラバウルに到着。航海中の15日、南東方面艦隊第7潜水船隊に編入。9月1日、第51潜水隊に編入。9日、両109はラバウルを出港し、 ガダルカナル島港沖に進出して紹介。10月2日、ラバウルに到着。13日、両109は輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。14日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。15日から16日にかけて、撃墜された一式陸上攻撃機の搭乗員救助を行ったが、生存者を見つけることはできなかった。 その後、内周辺海域に進出して紹介。19日、米区畜艦リード、パーキンスに発見され、追跡される。そのうち、パーキンスが爆雷攻撃をしてきたが、被害はなかった。その後、リード、パーキンスに随伴していた、米区畜艦ドレートンへ向け魚雷を発射するも、命中しなかった。31日、ラバウルに到着。11月8日、両百0は、 ラバウルを出港し、ブーゲンウィル島周辺海域に進出して紹介。24日、ラバウルに到着。12月3日、両109は、ラバウルを出港し、ブーゲンウィル島周辺海域に進出して紹介。9日、ラバウルに到着。13日、両109は、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、部員に向かう。16日に、部員に到着し、 輸送物資を下ろした後出港。19日、ラバウルに到着。23日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、部員に向かう。26日に、部員に到着し、輸送物資を下ろした後出港。30日、ラバウルに到着。1944年1月24日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、部員に向かう。 28日に部員に到着し、輸送物資を下ろした後出港。31日、ラバウルに到着。2月7日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。9日にスルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。11日、ラバウルに到着。20日、ラバウルを出港し、ニューハノーバーを経由して25日に、 トラックに到着。26日にトラックを出港し、3月3日にサイパンに寄港。11日にサセボに浪帰して整備を受ける。公開中の1日、第7潜水船体は第6艦隊所属となる。4月13日、両109はサセボを出港し、20日にサイパンに到着。22日、サイパンを出港し、 ニューギニア北方沖に進出して紹介。5月8日、サイパンに到着。16日、サイパンを出港し合合作戦のためナサン海戦に配備された。18日、米軍はナサン海戦の存在を暗号解読により認識したため、米護衛駆逐艦イングランド、ジョージ、ラビーの3隻からなる対戦部隊が向かった。27日、ナサイ海戦で、 対戦部隊により、潜水艦数隻が撃沈されたことが分かったため、両109は60海里北西の海域に移動した。31日、紹介区域を離れ、6月5日にトラックに到着。12日、両109はトラックを出港し、トラック島周辺海域に進出して紹介。十六日、マリアナ沖海戦に参加。十二日に紹介区域を離れ、 28日にトラックに到着。その後トラックを出港し、7月16日に佐世保に到着して整備を受ける。8月15日、第7潜水船体の解体により、第51潜水隊も解体され、両109はクレチンジュフクレ潜水船体に編入され、練習潜水艦となる。 9月25日、第33潜水隊に編入。10月20日、第6艦隊第34潜水隊に編入。25日、両109は、クレを出港し、ラモン湾周辺海域に進出して紹介。11月3日、0700、マニラ北北東140海に地点付近で、浮上充電中、敵潜水艦を発見。攻撃準備を行うが、 魚雷発射前に相手は急速先行していった。10日、紹介区域を離れ、19日に佐世保に到着して整備を受ける。12月18日、両109は佐世保を出港し、フィリピン東方機に進出して紹介。23日1420、ガランビ東方490海里地点付近で敵機動部隊を超音により探知。追跡を行うが、 攻撃することはできなかった。1945年1月5日、ガランビ南東330海立地点付近で敵輸送船団をソナー探知。12日、佐世保に到着。2月3日、両109は佐世保を出港し、フィリピン西方沖に進出して紹介。16日、リンガエン湾西方60海立地点付近で北上する戦艦1、巡洋艦2。 複数の駆逐艦からなる敵艦隊を発見。翌17日、前日と同じ海域で敵機動部隊を発見して、大撃を行うも命中しなかった。3月2日、呉に到着。その後佐世保に移動して、整備を受ける。4月12日、両109は沖縄南方に進出するべく佐世保を出港し、寺島水道に移動して、一夜を明かした。 13日戦、寺島水道を出港。この時に発信した、20日に沖縄南方20海里地点に到着予定との報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、4月25日1804、沖の大東島南南西で、グアムから沖縄に向かう17隻の輸送船からなる、輸送船団を護衛中の米高速輸送艦。 ホレーズ・エイバスが1100メートルの距離で先行中の潜水艦をソナー探知。ホレーズ・エイバスは爆雷5発を投下した。その後823メートルの位置で再度探知したため、ホレーズ・エイバスは爆雷5発を投下。潜水艦はそれを回避してより深い深度に移動した。その後爆雷攻撃を複数回行ったが、撃沈することができなかった。2000頃。 ホレースエイバスは、最後の爆雷六発を投下。この攻撃後、潜水艦のものと思われる破片と重油が浮かび上がって、来た。ホレースエイバスは追撃することをやめ、戦団に合流していった。これが、旅109の最後の瞬間であり、艦長の中川博史隊以下上院65名、全員戦死。沈没地点は、沖の大東島南南西165回離地点付近。 北緯21度58分統計129度38分、北緯21.967度統計129.633度、21.967129.633。5月7日、沖縄方面で防湿と認定され、6月10日に除籍された。ありがとうございます。